父、フランツ・フェルディナント・大公に抱かれた、マックス。1904年頃マクシミリアン・ホーエンベルクは、オーストリア・ハンガリー帝国の定位継承者、フランツ・フェルディナント・大公の長男。ホーエンベルク公爵家の初代当主。全名は、マクシミリアン・カール・フランツ・ミヒャエル・フーベルト・アントン、イクナティウス・ヨーゼフ・マリア。フランツ・フェルディナント・大公とその妻のゾフィー・ホテク。 伯爵夫人の間の第二子、長男として生まれた。両親の帰遷結婚により、マックスとその指定は、帝国の定位継承権はなく、ハプスブルク家の正式な成員とすら認めて、もらえなかった。1914年に両親が、ボスニアで、セルビア民族主義組織黒手組のメンバーであるガブリロ、プリンツップにより暗殺されると、指定は、 母方の親族のトゥーンウンとホーエンシュタイン公爵家に引き取られた。王子の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が孤児となった、マックスと指定を応急に呼んだのは一度きりであった。皇族とは決して認められなかったが、その一方で、第一次世界大戦中には、戦災孤児福祉のための格好のモデルとして大々的に取り上げられた。戦時体制下において、マックスら三指定は、 多民族国家であるために分裂含みのオーストリア・ハンガリー帝国の祖国の子供の喪失のために利用された。例としてウィーンの新自由新聞は以下のように表現している。この三人の子供の両親は恐ろしい運命のもと出血多量で死んでしまった祖国の祭壇に。この子たちは全てオーストリアのものだ。 私たちすべての全オーストリアの愛がこの子たちの被護者となるだろう。両親の死後、マックスは12歳で、母親が皇帝から除釈された、ホーエンベルク公爵位を相続したが、爵位は帝国崩壊後の1919 19年には、法的には廃止された。同じ1919 19年、新生国家チェコスロバキアの制定した特別、措置法により、 ホーエンベルク公爵家はオーストリア共和国に追放された。マックスはウィーンの書店中東教育学校を卒業後、大学で法学を学び、1926年にグラーツ大学で法学博士号を取得した。マックスは法律家を本業としつつ、所領の経営に勤しんだ。マックスと弟のエルニストは、 君主制支持者として熱心に活動し、順位にあたる元皇太子オットーフォンハップスブルクとは緊密に連絡を取り合っていた。兄弟は旧オーストリア皇帝の子孫として1938年のナチスドイツによるオーストリア学法を、オーストリアの自主独立を脅かすものだと反対し、逮捕されてダッハウ強制収容所に抑留された。 貴族出身の兄弟に用意されたのは収容所内のトイレ清掃という屈辱的な仕事だった。マックスは1940年に解放されたが、居城のアルトシテッテン上に軟禁された。第二次世界大戦後、ソ連占領地域となったアルトシテッテンの村長に選出され、2期5年間にわたり務めた。マックスは元皇太子夫からハプスブルク家と、 オーストリア連邦政府の間の財産返還交渉におけるハプスブルク家側の全権代表とされた。マックスは皇帝一族の財産に関して一切の情報や妥協を認めなかったため交渉は決裂した。オッーはさらにマックスに自らの帰国許可に関して連邦政府と交渉するよう依頼したが憲法裁判所はオッーの入国禁止処分を解くことはなかった。 マックスは強制収容所で受けた虐待のために健康を著しく損なっており、1962年に59歳で死去した。意外はアルトシュテッテン城の付属教会堂の霊病に収められた。1926年11月16日にボルフェックにおいて、 バルトブルクツー・ボルフェック・ウンとバルトゼ・ゼーコマクシミリアンの娘であるエリーザベタ・ボナと結婚し、マニ6人の息子を設けた。母の姉マリー・ホテクとその夫ヤロスラフ・フォン、トゥーン・ウンとホーエンシュタイン公爵が、ヤシナ・ヨヤとなった。ヤロスラフは、ジスライタニエン首相を務めた、政治家、フランツ・アントン・フォン・トゥーン・ウンとホーエンシュタイン公爵の、弟である。ありがとうございます。